はい、はい、どうもチョブリです。ということで今日はですね、昨日復活して登場した今しか獲得できない超有能選手ちょっと改めてご紹介していきたいと思います。ということでですね、昨日11月7日月曜日にですね、いつもとは不規則に月曜日にねエピックガチャが登場するということでエピックガチャまで出てきたわけなんですけれども、こんな感じで3つのエピックガチャが復刻ということで、全てね過去に登場したものが復活で登場しました。こんな感じでインテルのガチャとミランのガチャとバルセロナのこちらのエピック3つのガチャが再登場というわけなんですけれども、今日はこの中でも特に一番おすすめの選手、このガチャはね後悔しないように、まあ引いといた方がいいんじゃないかっていう選手をねちょっとご紹介していきたいと思います。でちょっとその選手解説していく前に、簡単にね、まあ皆さんどのガチャ引いた方がいいのかって悩んでる方もいると思うんで、ちょっとね解説していくと、まあ個人的にねこの3つのガチャで一番おすすめなのはこのまあバルセロナガチャかなと思います。2番がミランのガチャ、3番がインテルのガチャみたいな感じで、右から 1,2,3 みたいな感じで個人的にはおすすめかなと思いますね。まあ理由としてはね、このまずバルセロナガチャに関してはこのプジョル、クライフ、デコ、この3人ともめちゃくちゃ優秀で、もう超ガチスカで使えるというところなんで、まずハズレがいないっていうところですね。バルセロナに限らずね、インテルとかミラも強いんですけど、3人とも強いんですけど、特にバルセロナが強いかなって個人的な印象ですね。もちろん全部のガチャ僕コンプリートしてます。で、ミランに関しては、個人的にまあ、セイドルフとかもね、なんだかんだ今使ってないですし、まあ、ロナウド以上たまに使うか使わないかぐらいって感じですかね。まあ、カフーとかも強いんですけど、まあ、他に有能選手いるよねって感じで、まあ、無理して引かなくてもいいガチャなんじゃないかなと個人的には思います。ロナウドとか能力的にはめちゃくちゃ強いですね。インテルガチャ、こちらに関しては、まあ、スナイデルがね、結構強いかなと思ってたんですけど、思ったよりマテウスが強いみたいな感じで、ベルカンプに関しては、ちょっと使用感重ためみたいな感じですね。まあ、インテルガチャに関しては、一番僕はマテウスがおすすめかなと思います。まあ、そんな感じの評価なんですけれども、ちょっとまあ、本題に戻りまして、今日ご紹介していく選手がですね、はい、こちら、ヨハン・クライフですね。まあ、ちょっとこの選手がね、めちゃくちゃ有能なんで、まあ、まだ獲得しない方はね、ぜひ獲得してほしいなということでご紹介していこうと思うんですけど、まあ、さっきもお話した通り、このバルセロナガチャがね、僕一番おすすめかなと思ってます。まあ、スタンダード選手に関してもね、いろんな選手多いんですけど、まあ、このエピックのね、クライフ、プジョル、デコ、本当にどれもガチスカで使えるレベルで強いです。まあ、以前も一回動画でご紹介したんですけど、改めてね、ずっと使っていて本当に強いなっていう風に感じました。まあ、ちょっと能力値の方とかもね、さらっと解説していこうと思うんですけど、初期能力値こんな感じですね。まあ、2列目からの飛び出しということで、まず SC でね、こう2列目からの飛び出しがついてるっていうのがね、まあ、でかいというか、これは以前もご紹介したんですけど、今作からね、まあ、セカンドトップではね、ラインブレーカーが発動しなくなったということで、あんまりね、裏抜きの動きが少なくなってきてる中で、この2列目からの飛び出しを SC で使えるというのはめちゃくちゃ大きいんじゃないかなと思います。で、まあ SC とかオムフではもちろん使えるんですけど、この間紹介した、まあ、世界1の方のガチスカにね、フォワードでクライフが入っていて、CF でもね、かなり強いということで、結構使い方は無限大にあるんじゃないかなと思います。もちろんウイングで使ってあげても強いかなっていうふうに思うんですけど、個人的には中央ですね、CF、SC、OMF、これ使ってあげるのが強いんじゃないかなと思います。能力値こんな感じで、もともとね、ドリブル能力値、ボールコントロール、ドリブルボールキープが8乗っかっていて、カーブとボディコントロールも8乗っかっているといった感じですね。スキルもこんな感じで、ダブタを持ってないんですけど、ルーレット持っていて、シュート系だと、ドロップシュート、アクロバティックシュートを持ってますね。あとはワンタッチパス、バックスミロバ、アウトスピンキックとか持っているということで、まあ、意外とフォワード前線にしたシュート系のスキル少ないかなというふうに思うんですけども、個人的な AI がめちゃくちゃ強い印象ですね。で、逆足の頻度、精度は普通最高、そして波小さいということで、逆足精度最高なのがやっぱりめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ということで、もちろんね、クライフ僕レベマにしてるので、ちょっとレベマ能力値も見ていきたいと思います。はい、ということで、こちらクライフのレベマ能力値になります。いかがでしょうか。まあこんな感じでね、まあ割とバランスよく育成したかなっていうのを思ってるんですけど、突出してるのはこのやっぱりドリブル能力値ですよね。ボールコントロール90、ドリブル91、ボールキープ92、そしてボディコントロールも90ということで、まあ全体的に能力めちゃくちゃ高いですね。まあ普通にね、決定力も82あって、オフェンスも85あって、スピードもね、83、瞬発も84あるということで、まあかなり全体的にね、まあ能力値高めになるんですけど、個人的には本当にね、能力値以上の AI の強さを感じるんで、それで、ね、ぜひ皆さん体感して、まあ見ていただければなと思いますね。総合値もね、98ということで、これもね、ガチスカレーター100までいきますということで、全体的に見てもね、こんな感じで、もうメッシと並ぶ、メッシとクライフだけだね、僕に関しては。こんな感じ、まあ、総合値に関しても、もう僕のこの461人いるこのスカットの中でもトップクラスということで、本当にかなり強い選手になってるんでね、早速試合で使っていきたいと思います。はい、ということで早速ね、マッチングの方したので、クライフ使っていきたいと思います。で、今回なんですけど、こちら4312のフォーメーションの、こちら1の部分ですね、SC でここで使っていきたいと思います。まあね、前ご紹介したこちら CF とかで使ってもかなり強いんですけど、個人的にはやっぱりこの ST からのこの2列目からの飛び出しの AI がめちゃくちゃ強いかなというふうに思ってるんで、この ST からガンガン抜き出してもらって、点決めていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。で、クライフに関してはね、本当まあ使用感はちょっと奪われた。使用感はね、もちろんなんですけど、本当にね、先ほどから何度も言っている通り、かなり AI の動きがいいと思ってるので、ぜひちょっと皆さんはそこを見ていただきたいなっていう感じですね。ちょっと待って。おい
待って今しかもクライフに決められてね、誰と夢決められたの、あピルロか、全然違かったわ。いや待って、これちょっとまずいな、先制点を決められたんですが、ちょっと集中してやっていきたいと思います。これまずいね、完全にまずいね。ナイス、キミヒからペドリ当てて、はい、ここでのカラフの動きに注目してほしい。奥とか当てるとこんな感じで、見てこれめっちゃ いい動きじゃない。こっからちょっとインパクトシュート、いやーさすがに無理か、ちょっと調子乗りすぎた。今ワンチャン弾きからのこぼれ球とかあるかなというふうに思って打ったんですけど、あんな感じで、まあ、近くの選手が、まあ、特にフォワードかな、 CF に縦パスが入った時の裏抜きの AI の動きというのがめちゃくちゃいいんですよね。これをね繰り返していけば絶対点は取れるだろうということで、ちょっとね先制点を開始もう 1,2 分で決められてしまったんで、ちょっと集中してやっていきたいと思います。もちろんねクラフ使用感自体もねかなりいいです。ボール持った時の使用感もいいんで、まあ、そこはね普通におすすめではあるんですけど、ここいいんじゃない、これ中空いてんじゃない、来たダブルタッチ、はいサラー本家、オッケーナイス全然クラフ関係ないけど、サラーがもうめちゃくちゃ強いということで、サラーのダブルタッチから無事追いつきましたね。ちょっとこの調子で前半のうちに頑張って逆転、おナイス、ここもサラー、はいクライフサラーいいよ、ここもクライフめっちゃいい動き、来た今回、いやー惜しい、ある、いやーマジか。でもあの動き、あの熱メーカーの飛び出しがめっちゃいいでしょ。これね普通にボールの軽さももちろんこんな感じでドリブル数値かなり高いんでね、ちょっと奪われちゃいましたけど、あんな感じでかなり細かいタッチでボールを持てるので、まあ、あのそこももちろんいいポイントではあるかなと思いますね。はいここ当ててネイマーデルピー、この時にこれこの抜き出ししてくれるのめっちゃいいんだね。でここ当てれるじゃん、でこことか使ってあげて、はいコンカー、いや惜しい。てかなんか ST で置いてるんですけど、まあなんか本当に CF が入った瞬間にその真ん中の ST クライフが抜き出してくるので、まあ、実質 3CF みたいなポジショニングにはなんかなってる気が個人的にはしてますね。こことかもなんかほらこんな感じで結局動き出すからもう3人横並びみたいな感じに結局なってるんですよね。だからそれも結構前に人数かけられていいんじゃないかなと。お、ある、いや無理か、前半終了か、終わりか、これ返せ。前半1対1で終了ということで、まあかなり結構いい勝負ですね。先制点最初の3分に食らったのもめちゃくちゃ痛かったんですけど、まあなんとか追いつけたんでね、ちょっと後半も頑張ってやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ということで後半もやっていきましょう。いやしっかりちょっと集中して点取っていきたいですね。あ、こチャンス早速、クライフデルピクライフィッカー手をワンツーなんじゃない、ワンツー、はい、ここを集権系入れて、今回。オーケー、デルピエロゾーンですよ。ナイスクライフのアシストからのデルピの完璧な今回ということで、いや、立ち上がりに得点できたらめっちゃでかいですね。ちょっと、このまま2点3点取って、ちょっと余裕を持ってプレイしていきたいですね。サラマジ早い。サラ早すぎ。ダブルター、奥使ってあげて、クライフ。ここ、プラスなんじゃない、いや、ナイス、ある。いや、来た、あー、マジ、いや、惜しすぎる。めっちゃ綺麗な流れだったけど、カンセロー、あー待て、まずい、これカンセローで奪われたらまずい、遅らせたいなー、これまずいね、裏ケアしつつだな、ピエロでナイスナイス AI、 待って頑張れ、ナイス出てチョンネイマ、無理かー、相手のパターンが1個上げしてきたなー、結構前々から来始めたねー、まずい、ナイス、やべえこれこぼれ方、あぶねー、ナイス、ここでクライフ使っていく、サイド、いやー無理か、まだあるよ、落ち着いてナイス、ここクライフデルピーペドリー奥クライフ使って外使う、いやナイス好き、こうルレットダブルタッチ、ここ、うわーそこじゃない、え待って、なんで待って俺今抜け出してきたペドリか誰か使ったんだけど、おいクライフナイスすぎだろ、ああれこれはまさか、はいナイス、はい、ということでですね、本日クライフ使っていたんですけどもいかがだったでしょうか。無事ね、相手をギブアップで倒すことができましたということで、まあかなりクライフの良さを活かせたんじゃないかなと思います。まあ最後ねクライフ点決めてくれましたけど、こんな感じのこれ ST からやっぱねこう抜け出してくれて、結局ね中盤とかを持った時も2列目から抜け出すんで、結局状態的にはこんな感じで横並びになってくれるよねみたいな感じで、まあかなりも 3CF に近い感じで攻撃の枚数かけられますし、まあなんかいつもとねチャンスメーカーとか起こるとはまた違った攻撃見せられるかなというふうに思うので、ぜひね皆さん獲得していただければなと思います。はい、ということでこんな感じでイフットボーナーとか上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。